軟水と硬水結構違う。嘘マジ全然気にしてこない。なんか一回若菜が飲んでるのをちょっともらったんですけど、全然別になんと思わなかった。え違うくらい。4歳の1個にプレゼントレゴ買ったけど結構ですね。あそうなんだ、レゴ私買ったことないもんな。違うんだ。まあ別にだからといってどっちを買おうと思いませんけど。鉱物の量、え何水の中に鉱物とか入ってんの、ガチそんなことある。あなんかできてる子プツって、え何が入ってんの。ナチュラルミネラルウォーターって書いてる。うちよく分からんけど、いやそれ軟水、え軟水には全く入ってないの。それちょっと高い水、あそうなの、えこれ高いやつなの、わかんない。箱で結構前にボンって買って、私基本的に全然お水飲まない人だから、なんていうの、いっぱい飲まない人だから全然まだ残ってるから ずっといる感じ。お腹かゆい。キリンの一番デフォの水、ああそうなんだ。適当にアマゾンかなんかで買った気がする昔。こぶたたぬきキツネ猫。サントリーが天然水とかココラのイロハスとか、ああそういうことね。水道水が前から家にいて 水買ったことない。私水道水飲めない、ぬるいじゃん。だそんなに冷たいとならないじゃん。あれが何苦手なんだよな。コーダ100以下は軟水、美味しいのは30以下。これ49って書いてるな。本品はコーダ 49mg マイリットルみたいな書いてる。マイリットルの読み方合ってるか分かんないけど、お部屋の中に大きい虫出て奥さんとプチパニックになってた。大丈夫そう、何が出たの。ゲジゲジとか正直ちょっとキモくない。ゲジゲジ私無理なんだけど、見た目がキショい。メガネです、良きです、おざす。うーん、水にもなんかいろいろ事情があるんだね。でも今日さあれじゃない、いい気温じゃない、めっちゃ。私今日もうお風呂入ったんですけど、今半袖で過ごしてか、なんなら今日ずっと一日中半袖で過ごしてるんだけど、ひろっちさん100回目のもありがとうございます。49のクリスタルガイザー、何クリスタルガイザーって何、なんかすごい怪人の名前みたい。明日は休みだ、何して休みだ、やめて何そのよくわかんない文章。今日のチーム B、 フジンレイちゃん卒業公演で最後のったサクサベ、あマジでサクサベだったの、え嬉しい。なんかレイちゃま、レイちゃま好き、レイちゃまガチ可愛い。600ml の水、マジクリスタルガイザーってなんだ、見たことないな。金曜まで連休、連休ええやん今日雫公演ね。えじゃあさ今度からさ8の卒業公演とかってさ、割と雫公演がいいって言ったら雫公演できるのかな。それなら今後も雫公演ちょこちょこ見れる可能性あるよね。でも今回特例だったかな。
ボルビック、なんだそれ、どんなのだろう。私マジで水を買う習慣がなさすぎて水の名前本当に分かんない。イロハスは分かる。韓国は今日30度まで上がって7月って感じでしたけど、日本はそんな暑くなかったんだね。暑いとかはないかも。あの普通に、なんだろう、ちょうどいい、半袖でちょうどいいなぐらい。今回は特例っぽい。ああ特例か。じゃあ選べば 見れるっていうわけでもないのか。まあそうだよね、そりゃそうだよ。うわー見たかったな、静岡公園。私見たかった。リバハリケーンが見たい。てってってーて、てってってーて、てるれってってん、てってってーてん。エビアン、エディオンみたいだね。エディオン、マジャンかわいい。イエーイ。さっきねちょっとだけ髪の毛乾かしてるところで需要あるか分かんないけど動画したので明日送ろうと思う。ちょっともう送れないので送ります。明日チャットを撮ってれば私の髪の毛乾かしてる動画が送られてきます。ブオーっていうやつ。ビバハリケーン、私が勝手にこの時間送らないって言ってるだけよ。古くなればなるほど見れなくなる。あ、そうなの。村人 B さん100回目の方もありがとうございます。話のネタとか尽きん、いや尽きるよ普通に尽きるよ。音だけ聞かせてあげるじゃん。こんな感じ、こんな感じの音の動画が送られてきます。明日ブワーンってやってる。まあ良ければご参考までにお楽しみに。プリンの焼き使えそう。あ使えた使えた、2個3つ作ってみた。ありがとう。チャットの新着通知メールが来るやり方が分かりました。あらそれよかった。うんそうね、ハッシュタグじゃなくて米印音量中つけとくわ。今日は16日か。今月ももう半分まで来ちゃったの。早くない？毎回思うんだけど早いよね。日英さん、姫ありがとうございます。唐揚げが食べたいです。あ唐揚げはもうね2個冷蔵庫の中に行って、あとは私が食べました。夏服でも私夏服の方が大好きなの。夏服早く着たい。夏の方がね可愛いお洋服がいっぱいある気がするんだね。だねだよね。クレカの締め日過ぎた。よっしゃイエーイ使いまくれるぞ。ラーメン姫ありがとうございます。1秒が2秒です。マジ早いよね。今年の夏は暑くなるって気象予報士が言ってた。それあれやん、君どこやないか。めっちゃ一瞬さそれ読みながらさ、え、なんか君どこのお菓子みたいだねとか言って歌おうとした瞬間もろまんまってすぐにびっくりしちゃった。今年の夏は暑くなるって気象予報士が言ってた。今月はゴールデンウィークがあったから。あー確かにそう言われてみれば冬までは夏好きがいい気がします。うーん別にな冬は嫌いなわけじゃないんですけど、冬は冬でいっぱいなんかいろんなイベントあるし、なんだけど寒いのにどうしても耐えられない。てかあの夏服か冬服どっちが好きかで言ったら私は夏服が好き。香港の KK さん600回目の方もありがとうございます。
30度超えてるんでしょ。あ、そうなの。夏服だと、もう夏服の時期よ。ちょっと肌寒い秋がちょうどいい。まあ、そのぐらいがでも虫とかもいなくなるもんね。寒暖差には気をつけ、いや本当にそう、私めちゃくちゃ弱いんですよ寒暖差に。夏用の可愛いパジャマ欲しい。なんかこうワンピースみたいになってるやつとかさ。けどこれはね、あの夏のパジャマを着ようか迷った結果、いや T シャツを着ようと思って T シャツを着た今日。ネグリジェっていうのかな、なんか可愛い夏のパジャマが欲しい。なんかこう大人なお姉様のパジャマが欲しい。可愛くない、そんなん着てるの。すっけすけ、いや透けなくていい。透けないで、いやだよ、着てる身じゃなくなっちゃうじゃん。の福岡行ったからフルフル行ってきた。フルフル結局行ったことないのよ、なんだかんだ言いながら。そう、大人のお姉様になりたいから。どんなのって言えばいいのかな。丈は長いんだけど、こうここここう肩こうなってるここのやつがいい。たけさん300回目のおめでとうございます。なんか夏祭りとか多くなるね。あ、それは嬉しい。夏祭りは楽しみですね。うふん、大丈夫そう。大丈夫そう。 T シャツ来週くらい送る、ありがとう。グレーも夏服やったね。いや、そうなのよ。なんかでもさ、私さ、こう最近こうなんていうの、夜はちょっと寒いみたいなのあるじゃん。だからさ、こうなんかお昼あったかくてもなんていうんだろう、ね、夜寒かったらどうしようと思って、どういう格好したいか分かんないんだよね。鎖骨出せよって、あ、そう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 、鎖骨出てるよね。鎖骨は私の武器みたいなもんですから。食器とか使えるものしか想像ないに。ありがとう。浴衣似合うでしょうね。浴衣でも欲しいんだけどさ、明日ちょっと探しに行こうかなって思うんですけど、まあね、あの大分福岡浴衣屋さんで貼ってれば私と会えるかもしれないですね。でもなんかさ、私のイメージこうなんかさ、浴衣屋さんってさ、こう浴衣屋さんっていうかなんていうの、浴衣とか売ってるとこって大体さ、なんかこう振袖とかさ、その着物があるとこにちょっと浴衣もありますよみたいなイメージなのよ。ってなってくると、そういうところってめちゃくちゃ高いじゃないですか。浴衣普通に一着なんか1万5000とかするじゃん、浴衣オンリーで。こう帯付きとかもあるけど、なんかめっちゃ高いじゃん。もっとしない、いや、もっとするとか、もっとする、安くて1万5000とか。まさみやさん、ハート100個ありがとうございます。こう服屋さんっていうの、そうだから、なんかそうなってくると、いやちょっと厳しいなみたいな、私のお財布状況的に。 A A イオンだよ、イオンか、確かにありだな。宅に遭遇して出してもらおう。じゃあ明日どこに行こうかな。何年も着るやつでしょ。うん、そうなのよ。でもさ、浴衣のさ、なんて流行ってさ、毎年変わるじゃないですか。なんかこう和テイストなものが流行る時もあれば、ほんと現代風のなんていうの、こうキラキラとかラメがついたのが流行る場合もあるしとか、結構あるんですよ浴衣って、流行みたいなのが。田中さん、100回目のおめでとうございます。そうだから意外とあるから、柄もそうだし。ミニスカ浴衣は流行りません。そうだから、で、そう、衣装さんに聞いたの、あ、これ昨日も話したっけ、白地に紫がいいよみたいな。そうだから
白地に紫のお花を描いたいの。恋の罠は、恋の罠はもうちょうだいしろ、浮気の証拠上がってんで。今日お仕事休み、お休み、寝てました、いっぱい。このハモール、このハモール聞いたことあるな。軽めの呉服屋さんあったよ、浴衣。なんか欲しいの見つけたんですけど、ネットで。まあでもセットで、まあ、まあでもいろんなセットで1万2000円ぐらい。ちょっと高いっちゃ高いんですけど、普通に高いんですけど。大丸めっちゃ高いでしょ、絶対。大丸なんて一番高いよ、何言ってんねん。そうだから、なんかちょっとこうよくあるのは島村島村とかがまあまあ安い。島村、阿部いるあたりが結構安めの浴衣がある。相場がわからない。いや、そうなんだよね。切ってとか、切ってって浴衣あるのかな。あ、ドンキ、そうじゃん、ドンキあるじゃん。あ、じゃあドンキ巡りしようかな、いろんなドンキ巡りしようかな。セカンドストリートって何？よく聞くけど、それ何？あ、そうだ、ちょっと待って、今日ツイッターのせてないわ。配信してるよ。古着屋さん？古着屋さんか。全然ダメとかはないけど。当たり外れる。あー、ちょっとじゃあ怖いな。グレールもね、いや結構ね、すぐ使いたいんですよ、割と。なのでどうしようかなみたいな。そう、グレールの可愛いんだけどね、ちょっとすぐ使いたくて。1個欲しいのあったんだけど、多分間に合わないからやめました。もう少しするとパルコで始まる。いつから始まるんだろう。あそこでしょ、絶対。あのさ、電車とか通る階のさ、1個上でしょ。あのエスカレーター上がってたとこにさ、なんか毎年歩くない？何用の浴衣？え、浴衣に何用とかあるの？そう、届くまで時間かかるの。だからアマゾンでアマゾンのプライムで頼むのもワンチャンありだなと思ったんですけど、まあでも言うてそれでも1万2000とか5000円とか高い。高い、それはちょっと私には高すぎるぜ。自分へのご褒美。そういう方って高いのよ。しかもさ、家にいっぱいあるから怒られそう。買ったら、また買ったの、めっちゃ怒られると思う。でも浴衣にも流行があるんだもんって言いたいですけど、親からしたら迷惑だよね、そんな家にいっぱい浴衣増えてさ。ユニクロにはないでしょ。帯とか草履とかもついて1万2000円のありかな。マジ昔あったんだ、ユニクロ。初耳。今日無印カフェでプリン食べました。プリンは私が作ってます今。
メンバー内で一番服よく買うなって、後藤ひなのですね。あの人一緒に行くと絶対一着は買えます。だからこの前も一緒に公演終わり、昼公演終わりにパスタ食べた日、ゆっちーさん100回目のもありがとうございます。またひなと一緒にちょっとこう時間があったからお洋服見てたんですけど、ひながひなね、今年ねこういうねスカートいっぱい欲しくてみたいな、 T シャツ今年夏いっぱい着るからこういう格好したくて、このスカート絶対このグレー持ってないけんって言って、てんてこちゃん、ペンギンありがとうございますって言ったから、ひなそれ本当にそれに合う服持ってるって、それに合う服持ってる今、え、でそれだけじゃなくて他にもコーディネート組めるって、で本当にその色持ってないって言っていろいろ聞いたけど、まあなんかいろいろ本人的に大丈夫そうだったんで、じゃあ行ってこいっつって買えた、買わせました買わせましたってわけでもないけど、買わせたってなんか私が無理やり買ってこいって言ったみたいだけど、あの本人がもう買うと決めたようだったので、じゃあ行ってらっしゃいっつって視聴さん、 BB さん、姫ありがとうございます。これは絶対持ってないって言ってたんで、強い意志があったようなので、もうどうぞって行かせました。そう、でも他にも服買いそうだったので、でもこれはそのスカートさっき買ったやつに合わんよっつって、一旦持って帰るよ家にっつってで一着は阻止しました。買うのあいつはね、お金がないってなんか買いますからね。ケンジーヤさん100回目の方もありがとうございます。最近私お洋服買ってないかも、グレールでちょっと前に買った以来買ってないかも。探すと似てる服持って、そうなんだよね。でも本人からしたら一緒じゃないんだよ。いやでも一人で行かないと買えないわけでもないけど、でも確かに最近は一人で行くかも、お洋服買いに行く時とか、なんかなんて言うんだろう、自分が買いたい服の値段と相手が普段買ってる服の値段が同じぐらいじゃない時に、え、高くないって言われたりするのが苦手なんですよ。私はそのスナイデルとか結構好きなんですけど、まあ高いので、まあちょっとたまにこう何かがある時に買うんですよ。普段着っていうよりは、まあこう配信の何かがあるから買いたいとか、こう握手会があるから買おうかなみたいな感じで買うんですけど、やっぱでもまあ値段的にはそれは安くないですよ。もちろん高いっちゃ高いんですけど、そうでもその普段それを買わない人からしたら、まあ確かにそれはめちゃくちゃ高いと思うんで、高って言われるのはそれはそうなんですけど、買いづらくなっちゃうので、もう自分一人で大体買いに行く。まあでも気持ちは分からんでもないからね、高って思う気持ちは。あと私推しに弱いから、似合うから買いなよみたいな、どうしようかなって迷ってて、でも最終的にはめっちゃ迷った結果、最終的にはまあ別にいらんかなって思ったとしても、人から「え、絶対似合うでしょ」みたいな、え、絶対似合うから買えないよ」みたいな言われたら買っちゃうんですよだからその推しに負けて結局無駄遣いをしてる気持ちになっちゃうので、結局なんか途中欲しいと思った服だったとしても、 HKT 中江藤さん、ランプありがとうございます。そうだからそう、似合うから大丈夫だよって言われるとちょっとダメなんです、負けちゃうんですよね、それで。そうだからダメなの。そう、なんか別にいらないと思ってた服ではないけど、まあ別に他のでもよかったなみたいな。グッチーさん、宝箱ありがとうございます。夏になったら変な柄のシャツ買うのやめたい。いや別にダメではないじゃん。オタクって買えなよって言いがちだし、うわー私もでも言うもんな、頭に買えなよ突っぱねるイメージだった。いや私意外と弱いのよ。
全然知らない人とかに、あ、お似合いですよみたいな言われても、あ、そうですか、へえぐらいで終わるけど、なんか仲いい人とかに言われると、あ、そう、似合う、うん、じゃあ買っちゃおうかなみたいなってなっちゃうんで。同じ服3着ずつを2パターンしか持ってない。ミニマリスト。ハワイ行って友達にお願いして T シャツ買ってきてもらったけど、まあ奇抜だった。まあね、そうだろうね、多分そうだろうね。服ってマジで無限に欲しいね、本当にそう。あと今年水着欲しいな。みんなには見せられないんですけど、私も水着を着て海に、海じゃない、プールに行きたい。まあ、残念ながらみんなにはちょっと見せられないんだけど、私だって水着着てプールぐらい行きたいわ、夏に。プニューズ3種類、あれ、それリナも欲しい、プニューズ。まあでも結局言って、水着買ってプールに行きたいとか言いながら仕事でなんだかんだ行けなくなるんですよね。なんか行く予定だった時に、あれ行けないみたいな、仕事じゃんとかなったりとか、ちゃんと乗せるのか、乗せません、乗せたら私怒れちゃいます、知らんけど。ナイトプールパシャパシャ、ナイトプールパシャパシャしたいですけどね。水着写真 HKT NG ですね。例えばこう雑誌の表紙とかそういうのなら OK なんですけど、あのオフショットだったりとか、普通になんていうの、プライベートとかのは禁止ですね。ちょっとおっぱいが見えてそうな写真もあんまりよろしくないと思う。わかんない、どこまでがよくどこまでがダメなのかがあんまりあれなんですけど、水着プレゼント、水着ってダメなんじゃない、多分。だって下着がダメでしょ。水着でも、例えば水着を送ってきて、送ってきたとしてさ合わなかったらどうすんの。それ肌着ちゃうって感じのやつ送られ、乗せて送られてる、マジ。サイズぴったりだったら、これ確かにぴったりでも無理だね、ぴったりでもキモいな。タカさん、ひめありがとうございます。ぴったりもキモいけど合わないのもなんか複雑だな。どうしても前から決めてた旅行とかのために公演出演断るとかできるの。え、それはちょっと良くなくない？そもそもそれアイドルとしてどうなのって思っちゃう。てか仕事でしょ、しゃあないと思う、それはもう。そんな、それのために出演断るのは仕事をなめてると思います、私は。それ承知で入ってるようなもんだから、 HKT とかアイドルなんて。サギルダメって書いてる、水着ダメって書いてない、あ、マジ。どちらにせよ恐怖だね、確かに。ちっちゃいの送られてもムカつくけど、大きいの送られてもムカつくな。え、みたいな、そういう風に思ってたんですねってなる。偉すぎる。でもあれじゃない、だって仕事してなんぼの職業じゃないですか、アイドルとか芸能ってさ。競泳水着はガチいらんやめて。小さくてもちょうどよくてもでかくてもなる、積んでてくさ。いや、そりゃそうだろ、その覚悟があって送ってきな。そう、体調悪いならまだしも、なんかこう遊びのためにはちょっと、いえ、無理かな。私はそれはしたくないかな。
やなんかみんなはさ別にこうなんか仕事してなんぼの職業ではないじゃん正直。いやわかんないそういう人もいるかもしんないけど、なるべくなら休みたいみたいな感じじゃん。なるべくなら休みながら仕事をしたいっていう側の多分あれでしょ。大きめ送って高みを目指すよって手紙をつけます。もうブロックしてやる全ての SNS をブロックしてやる。グレイルでりなちゃん、りなちゃん宛の住所かっこファンレター先で注文したら届くのかが最近の疑問。あーどうなんだろう、 Amazon とかが直接送ったことある人っているのかな。あ待ってあれだな私の今あのクローゼットの扉が左右逆になってる。一回やってみるね。あ本当？ありがとう。仕事の時間長さと成果は直接関係してない。そうってなってくると、まあそこは話は別だと思う。からみんなは休んでもいいんじゃない？休みたかったら。俺だってアイドルになりたい。そうなの？なんな？目指しな今から。全然いろんななり方はあるよ。HKT になりたいとかだとちょっと厳しいかもしれないけど、全然男性アイドルだっていますからこの世には。メンチカおすすめなとこだろ。あーいいじゃんメンチカとかで一旦そこで力をつけるという手もあり。半袖と長袖どっちがいい？これからの時期のこと考えたら半袖の方が使いやすいかも。毎年有給使わなすぎて悩まされる。やったじゃんこれから不幸が来るっていう予定で有給使えるよ。ワーカーホリックって何？ワンピースって丈しどのくらいがいい？ロングが多いかも。あんま短いの履かない最近。コロボーさん100回目の方ありがとうございます。ちゃんと申請出した。お、本当？今は年間5日有給取らないと怒られる。へえ。ワーカホリックは働きすぎの人。へえ。サイズ S か M だったら S だね。仕事中毒か。仕事中毒になりてー。仕事したくなくて朝起きるとめっちゃ起きたくなくなる頑張れ。今年は福岡行ってディズニーに行くのも目標としてる。お、いいね。天神ホルモン食べるのが今年の目標になりました。お、いいね。でも割とすぐ食べれそうだね。こっちさえ来れば。有給を年後5回以上取らないと逆に評価下がります。理不尽。理不尽。小屋かな日は今でもりなちゃんのショールームの時間まで仕事してる。お、いいねいいね。頑張って稼ぎ。稼ぎ？誕生日？嘘？どこだ？あ、本当だ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアラーメン、
ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ちょっと今日オンチだった。小倉駅でにゃちゃんに教えてもらったスナイデルさん見つけたけど、お店のオーラにおじさん負けてしまう。頑張れ頑張れ頑張れ、負けるな。心置きなく有給取ります。いいね、有給か。有給っていいな。でもこれ以上私休みがあったらガチで何も仕事がない人になっちゃうもんな。最近はちょっと見送りで、あいつまた来てるよ感出されるから。出た出た、またオタク特有の勘違い。私別にそんなこと思ってないし、1ミリも思ってないわ。また来てるよっていうより、また来てくれてるかも。どっちかというと、ラーメン姫ありがとうございます。私結構優しい人間だよ。てか別に公園来てくれるの私普通に嬉しいと思ってるから、あいつまた来てるよとは思わないよ、そんな呆れた感じでは。あ、また来てくれてるだよ、どっちかというと。嬉しいなーの方だよ。そんな勝手になんか、勝手にそんなこと言ってんじゃないよ。そんな感じ出してんの？出してないよ。印象操作、そうだよ、印象操作だよ、それは良くないよ。公演は有給じゃないと無理。あ、無理。なちゃんは優しい、そうよ、ハッシュタグりなちゃんは優しいだよ。なんかお見送りさ、なんか意外と声聞こえないんだよね。みんな頑張って私大きい声で話しかけてんのに。平日の公演すべて有給。あ、そうなの？そうだったの？正直なこと言ってもいい？全然聞こえてないって言いそう。毎回聞こえてるよ。あ、本当？耳がめちゃくちゃいいのかな？結構みんなに聞き取られてないんですよね。頑張って言ってるんですけど。韓国ペンギンさん100回目のおめでとうございます。頑張って大きい声出してるんですけど、まあしゃあないか、声がちっちゃいんだろうね。10回中8回は聞こえてる。まあまあまあな確率。聞こえた記憶あるけど、配信なんちゃ終わったら何言ってたか忘れてる。ああ、それはワンチャンありえる。配信でねーとか言ってくる。ああ、言う言う、またあとで配信でねーみたいな。声は聞こえるけどって感じ。どういうこと？声は聞こえるけど適当ってこと？その点々は何？傷つかない。翔太さん500回目の方もありがとうございます。うん、別にいいよ。ヤンピーさん姫ありがとうございます。左右のメンバー次第。まあそれはよく、ノーパラの時それめっちゃ言われてたかも。鴨の橋さん300回目の方もありがとうございます。お見送りって近いの？めっちゃ近いわけでもない。何て言ってるか分かんない。聞こえるけど何て言ってるか分かんない。どういうこと？声は聞こえるけど何て言ったか分かんない。まあ脳みその処理速度がお互い遅いということでしょう。でも正直言うよ、あんな短い時間で分かるわけないでしょう。あいたきりきり前さんランプありがとうございます。ビーバーさんランプありがとうございます。見送りはスルーされるとやっぱ悲しい。うん、ムカつく。なんでスルーするんだろう。
円ぐらい合わせてくれればいいやんか。まあ、あんな短い時間で言葉を交わせるのが無理なのよ逆に言うと。まさみやさん、姫ありがとうございます。意図的にスルーして怒りますか？え、私も次からスルーすると思う。そしたら一人一人に一応目を合わせるようにはしてますけど、でもそれでもだってたまになんかなんて言うんだろう、全然目合わないですねって言ってくる人とかいるから、合わせだから余計合わせようと私は頑張ってます。一応メンバーも隣とおしゃべりしてスルーされることもあるんだなって。ああ、まあそれはまあ確かにあるんじゃない。まあ別にそれがいいとも悪いとも言いませんけど、BB さんラブレターありがとうございます。たまに下向いている人いるけど、あれって推しメン見たらなんとか的なんだそれ。まあ難しいよねその辺。あ、もういい的な感じ。でもたまにそういう方はいますよ。多分だって全然目も合わない人とかいるもん。無垢だけで好きですって言ってもいいですか。ご自由にどうぞ。だって今まで握手行ったアイドルで 1,2 番目に行ったんですけど1,2 番目なんかちょっとどっちかよく分かんないけど、ありがとうありがとうって言っといて。見送りの並びで一喜一憂する。そんなだからあれか、リナの横にリサキとね、リサキとかが並んでたらね、そりゃそうだよね、一人ずつに話しかけたいもんね。そりゃそうだよね。クソでかい靴届いた。あれか、あの衣装のやつか、フェブラリーの。いいじゃん、一押しと話せれば十分でしょ。何をそんななんか贅沢をしようとしているの、あなたは。私と話せれば十分でしょ。よくもまあそんな私じゃ満足できないみたいな言い方しやがって。うるさんぞ、人間欲張りやで。まあそれはそう。グレーメタル、なんだそれ。歩いてるし、推しの左右メンバーとは合わないことも時があります。まあそれはしゃあない。一番気まずいのはくるみ、私、ひなの順番なんで、最近ひなくる推しが多いんですよ、 K4 って。そう、その時にひなくるのボードを持ってる人が通ると気まずい。あ、ごめん、私真ん中に入っちゃったってなる。あんまり私誰かとペアでね好きって言われること、まあいおりはまあたまにありますけど、ちょこちょこなんですけど、あんまこう誰と誰っていうセットが私ないので。ピナクル結構多いんですよ本当に。
フレミントニア好きって人そんなめっちゃいるわけじゃないと思う。まあ別になんていうの、ひなくる推しとかそういう人って別に私のことが嫌いなわけではないですけど、普通になんかその親枠として好きみたいなぐらいの好きなんだよね。嫌いじゃないし別に推してないわけでもないけど、まあ好きだけど普通に普通ぐらい。その二人セットなわけじゃないんですけどね。いくのと栗山のりなりなが好きです。年齢差よ年齢差。リノリナ推し、あーリノリナちょっとだけいたな。でもどっちかというと H の時は若菜とリノが多かったかも。同い年と私あの二人が。孤独なんだね。うるせえ、はったほそ。あいとキリキリまえさん、ランプありがとうございます。そうリボン姉妹、そう名前があったからね、そもそもリボン姉妹っていう。そうだから私あんまりこう誰かとこうそもそもセット名すらもほとんどないので、言うて2人とかの。ね、そじゃあないことはないんだけど、別にそんな言うほどセットでなんか押されてることないしなみたいな。てっちゃんさんランプありがとうございます。まあ、別に全然いいんですけど。ナルリナ前ですか。いやよう考えてみ、リナルにしたら3文字で済むで。あーなるみ様セットにしてくださいな。リナイオリじゃなくてね、イオリナだよ。キュウリナは初めて聞いたな。二人セットのグッズはね全然出ない、そんなのない。マリア×リナでマリナちゃん、あーマリナ聞いたことないけどね、そのセット1ミリも聞いたことないけどな。今別に全然そのなんかセットにしてほしいとかそういうわけじゃないから全然いいんですけど。偉人なの指定関係、そんな関係ではないけどな。このさ奥歯のとこに口内炎ができてて痛い、矯正がカチカチ当たって痛かった。なじゃんって同期と話すと聞き役になることの方が多いのか。え、五分五分じゃないかな。私もでも結構話したいことはしっかり話すタイプだし、でも私自分がだから話しすぎないように気をつけてる。どっちかというと私も結構そのなんていうの、なんていうっけ、承認欲求高いタイプなので、人にこう自分のことバーって話したくなっちゃうから、なんかこう人の話例えばついちょっと遮って、こうなんていうんだろう、あ、わかる、それみんなもなんとかかんとかでって話しそうになっちゃうから、気づいた時あっ
って思って、なんだなでなんだなんだなんかその続き、相手の話をこう続き出さるように一応してる。気をつけてはいる。だからフォークから戻って2日しか経ってないけど、もう激痛痛くなってる。5月病、5月病はみんな発症してる？喋り会でいっぱい話してくれるの嬉しかったよ。喋り会楽しいよね。人が来てくれるとより楽しい。5月病発症できないくらい忙しかった。あ、そんな？お疲れやな。私はね、あんまり来てないかな。5月病来るほどお仕事がね、あったわけでもないので、そんなに。公演がて、そもそも今月ここ点が少ないからっていうのはあるかも。抜け殻さん、100回目のもありがとうございます。5月病こじらせてメンタルやった。大丈夫そう？今大丈夫？今月やたら目撃者多くて、めっちゃ多いよね目撃者ガチで全然ないんですよ、ここ点が。本当に悲しい。なんならだってね、 K4 は卒業メンバーが結構多いからね、なるべく今のうちにいっぱいやっときたいんですけどね。リトちゃんの関係かな。まあでもなんかそうらしいですけどね。本当かな。ユーニャンさん、100回目の褒めありがとうございます。土日にここで頼む。最近なんか月曜ばっかだもんね昨日も言ったけどね、月曜ばっかだったね。確か待ってよ、カレンダー。うん、月曜ばっかだったもんね。月と金しかなかったね。あとまあ今月頭で言うと水曜日か。土日一個もないよ。今週の予定は割と少ないですね。あと20日にパジャトラ夜だよね。で来週は24社服と27にパジャドラ、その次が31のここ点だけかな。少ねえお仕事。何、まあいろいろその分覚えたりすることがあればいいんですけど。メルコさん、かわいい、ありがとうございます。花ちゃんの曲紹介、そういうことフェブラリーね。そういうことフェブラリー、めっちゃ言い切るよね。でフェブラリーがちょっとあの下手なのがかわいいですよね。ミンミンさん、100回目の方もありがとうございます。うちの推しの公演は6月で終わってしまうの、公演回数が少なくて泣いてる。なんかやっときたいもんね、いっぱい今のうちに。てか見ときたいのにね。20パジャドラ行きます。 OK。 自分で言うか。え、何のやつ。ああ、え、何が。仕事が少ない。少ないんだもん。花さんのそういうことフェブラリーはちょっと言えてなくて可愛い。下手っぴで可愛いフェブラリーが。
いやなんかね、別にお仕事が全くさっき言った日以外ないっていうわけでもないです。まあ、ちょこちょこなんかいろいろこうね、あの名前出しとかあったりはするんですけど、まあ、別に特にこうみんなの前に出る仕事じゃないから、なんとも言えねえみたいなところは正直ある。どこにだって出る芝居誰かに言われてる周りにいる気配さえもなかった感じたのは孤独だけだまあね、配信毎日やってるからまだみんなと話せるけど、夏の出る公演回数ニアリーイコール自分が行く公演の回数になりつつある。完全にイコールにならないようにね。メルコさんファイトありがとうございます。古典の良さは産業でもお願いします。なんですかね。かわいい、かっこいい、元気、これは前半、中盤、後半がこの順番、こんな感じ。瀬戸りを簡単に説明するとって感じ。かおちゃんハート100個ありがとうございます。情熱ハイウェイ確かに元気。ゴー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 飛ばせ、ゴー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 ハイウェイ。今年に入って私公演何回出てるんだろう。同じ福岡行き見に来た、ありがとうございます。古典って絶対難しいんだよね、古典って。だからダンスが一生上手くならないんですけど、本当に昨日も言ったけどダンス難しすぎる、古典の困る。4月から1月から今年入ってやから、うん、1月からがいい。1月からで言うと目撃者、明日もあるんだね。ずっと目撃者だね。なんかいいな、私も公演したいんだけど。全然出よう出ようかな。でも研究生の出る幕を奪うなって言って絶対叩かれるから出ない。目撃者出るよってやる。わかんない、なんかリノが生誕で姉さん出てよと言われたけど本当に出るかどうかわかんない。45回ぐらい。ほう、ミニスカートの養成所余ってないの。いや全然あると思う、あれ多分いっぱいあるよ。ネクストスター、タタ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 、覚えてるのかな。いや1ミリも覚えてないです1ミリも覚えてないです。プーさん200回目のもありがとうございます。目撃者正規メンバー10人いないとユニットが回らないので、そのままってさ、サボテンに6人取られるからね。
出たいと言ったら結構すぐ呼ばれたみたいです。わかんない、あの本当に出てほしいと思ってるのではリノが多分マネージャーさんに言ってるはずなので、もうそしたらお呼びがかかるのではないでしょうか。腕をたくさん振り目、多分それ100年先のこのこういうとこじゃないの、これできないんだよね。これ早くするってなるとできないよ、ちゃんと上手に。なんか仕組みは分かってるの、さっき言ったみたいこう回してこう下ろしてきて回すっていうこの仕組みは分かってんだけど、保険かけてどっちも行く、保険かけんな、覚えられるかな。でもだってギノそもそも誕生日が6月10日でしょ、まあ、あと1ヶ月あるとはいえさ、それあととは思うけど、さすがに生誕となると美しきものなピボジーバッテリー、やだよ怒られちゃうじゃん。でもなんか曲聞く感じ、まあなんか曲前半曲好きかもしれないなって思った。ちょっと聞いたんですよ、リノからそのなんか出てよーって言われた時にどんな曲があるんだろうと思って。ポップスターはまあ確かにめちゃ私の好きな感じなんですけど、あなたはポップスター一人じめはできない、アクセルしてくれいいじゃん、おしめんがアクセルしてくれてるんだから私じゃなくても。いびつな真珠、いびつな真珠ちょっとわかんない。摩天楼はねコンサートで聴いて知った、あこんな曲なんだみたいな。ここでいろんなジャンルの曲あるけど、私的にはどのテイストが好き、一番正直好きなのは青い月みたいな可愛いのが好きですよ。でも確かに曲調的には私ここでより絶対目撃者の方が似合うんだよな。聞いてて思ったも、前半曲聞いて多分こっちの方が私は似合うんだろうなと思った。ここてんだと私に似合う曲ってなんだ、私がなんか私が似合う曲か、いやジパは正直誰が何と言おうとエミリーさんが一番似合うんで、何だろう、何が似合うんだろう、人生相談とかかな。でもなんかセクシーな曲がないじゃんここてんって、セクシー、なんていうの、セクシーな曲ないよね、そう考えると。ジッパーも確かに、ジッパー確かに格好はセクシーだけど曲的には結構可愛い曲じゃん。リセットはさ、なんていうの、その毒蜘蛛もあったしさ、オケラはダンスだったからちょっとけど、毒蜘蛛とか結構セクシーな感じだったじゃないですか。100年なんとか惜しい、100年先でもか、そう独語みたいなのがここでないから、セットだとミステイクとか、いやホワイトデーが好きだった、私リセット、正直可愛い曲が好きですよ。曲的には私可愛い曲が好きだけど、自分に似合うのは可愛い曲じゃなくてセクシー系だと思ってるので、大人っぽいとか、そうだからそうなってくるとなんだよな。かっこいい曲、私ダンスが下手だからかっこいい曲が入んないのよ。顔だけバンって見ると可愛い系よりかっこいい系なんですけど、ダンスが下手なのよ。まあなちゃんが一番可愛い、ありがとう。前人未到、どんな音だっけ、
全然見とっとなんだっけ。もう今頭の中別の CM しか流れないじゃん。2曲目摩天楼と真珠しか流れない。青い衣装のやつ、いや青い衣装は分かってんのよ。待ってよ、目撃者公演、これか。あ、これか。これか、オッケー。聞いたことある。イントロ好きかも、この曲。イントロいいね。てててるてる。でも衣装はもちろん目撃者も可愛いけど圧倒的ココテンが好きなんですよね。ココテンの衣装が好きすぎるんだよな。いいね、この頭と足も歌いたい。てかさ、生誕でさ、この頭を歌う人生誕メンバーにすればいいのにね。特別感あるんだよね、そしたら。ね、まあ確かに歌われたしセンターの特権ではあるけどさ、生誕だけなんかそうしたら面白いのになと思ったよね。あのあれみたいな感じ、ちょっと違うけど、あのなんだっけ、錬金の青、あの最初のやつみたいな感じ。そう、錬金非常例の、まあでも言うてないけどね。ラバーって言ったんだ。CD ジャケットの中あったらウィンクしたよね。あ、そう、あなたしか、それ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 、そんな感じですればいいのに。あ、まあ確かにレディオネーム、まあそうだ、生誕枠って生誕枠か。あとこの前ヒナの生誕であれやりました、初めて。リボンなんて似合わないの。あなたに言われたいのラストのとこに生誕メンバーを刺すみたいなやつ、ポンポンで。あ、違う、ヒナじゃない、マルさんだ。マルさんのやつで初めてそれをやった。なんかリハの時やろうよってなってやりました。忖度なしでいくと今まで出た公演でどの音楽が一番好きだった。圧倒的リセットですね。私はリセットが大好きすぎるので。 DJ はそうね、生誕の時はだいたい生誕メンバーやってるかな今のところ。あーでも錬金も好きだったんだよな。錬
ン金もめっちゃ好きだったな、そう考えると。鉄の出たかったなってわざわざ覚えたのに。鉄の間に合わなかった。いや出る予定だったんですけど、なんだっけ、コロナだっけで、鉄のなくなっちゃって、関さんの生誕祭の鉄の出る予定だったけど、そうコロナでできなくなっちゃって確か。そうで、それでなくなって、結局生誕祭が七色公演になったのかな、レインボーか七色になっちゃって出れなかったです。覚えたのに、覚えて出るのまで確定してて、みんなの応募まで終わってたのに、くっ許せねえ。わざわざ覚えたのに、全部その時のユニットもしかもあれだったのに、ウィンブルドンだったのに。フレフレフレねえ頑張って、初めての恋、そうなのよ、一応覚えてたのに全部。そう、その年の生誕もリセットだったんですけど、コロナで亡くなってレインボーになりました。錬金いいよね。あれが好きなの、スコールが好きなの。イノセンス、イノセンスやりたかった。でもイノセンスそんなに私目立つとこなかったかも、ポジション的に。確かなんか目立つのあったかな、私が出る、私が出る予定だったのが誰のとこだったっけ、そもそも。私誰のとこ出る予定だったっけ、鉄の。あ、誰のとこだったっけ。いや、日向さんは、あ、日向さんだったっけ、日向さんか。でもなんか日向さんで覚えてた気がするな、 V。 そう、錬金日向さんのとこだったんですけど、あ、でも鉄のはじゃあ違うかな、誰のとこだったっけ、鉄の覚えてねー。ないかな、 V 残ってないかな、多分それ見れば誰のとこ覚えてたか分かるんだけどな。あ、撮ってなさそうだな。いや、錬金は日向さんのとこなんだけど、そのもう一人がどこだったかなと思って。幻の国の生誕リセット、え、でも別にリセットやったけどね、一応その今年。どこの歌あれだったか覚えれば、覚え出せば、いろんなとこ思い出せばそれでできるかな。
盗んでチラリ遠くじゃないな。ここ歌ってた気がする。遠く切ない歌ってないもんな。誰だろうそこ歌ってた人。わかんない。焼きそばカレーにハンバーグ時にはカラスにもいい。ああれだ、手をつなぎながらでミュンちゃんとペアがあったどっかのサビで確かっていう覚えがある気がする。どっかで手つなぐ振りがあった気がする。プルルピョコポコさん100回目の方もありがとうございます。確かねどうラッサビかなんかのサビでミュンちゃんとペアがあってめっちゃえあるじゃん一緒にやるとこみたいな言ってた気がするんだよね。誰だろう。誰だろう。いやでもリオさんじゃなかった気がするな。振り向きがリオさんじゃなかった気がする。うわ誰だろう。でもなんかあった気がするんだよ。話してた記憶がある。うわ思い出せねー。誰のとこだろう。でも天音さんとこはあれじゃない、みゆんちゃんが入ってなかったそもそも。確かその時たまたま私が出れたのが誰か先輩がお仕事で出れないからそこで私が出れるみたいな感じだったんだよね。プレゼントいただきましたありがとう。そう誰か先輩がお仕事で確か出れないから一個枠が空いて出れるみたいな感じだったね。じゃないかな。全然思い出せん。やっぱ日向さんだったよ。いや日向さんの気もしてきたんだよな。まあいいや、ちょっと分かったら言うわ。思い出せん、絶対今思い出せんっていうのが分かった。遠く切ない、せーのワンツースリー、じゃあ犬はラブソング、愛しきメロディ、振られた瞬間にキュンとする。ウィンブルドンは黄色でした。でもその時別になんかあんまウィンブルドンとかそういうの関係なかった気がする。突然になっちゃうの、ヘケが脳内再生されて笑いそうになった。やめて。これもパスタランチしました。美味しかった。そうね、5期生昇格からって砂から錬金だったね。髪型どうしようかめっちゃ話してたもん。手砂出るとき、どうしよう髪型何にしようかなみたいな。まあそうね、5期生はコロナ重なったのは大変だったね。
やっぱロキちゃんの成長スピードって早いなと思います。だって私1年目でこんな踊れなかったもん。だもっと何もできなかったと思う。これなんかすごいなって思う、見てて。1年目の時とかって私どうしてたの？マジ何にもできなくなかった？ほんとなんかヨタヨタずっとしてた気がする。やばい、脇が見えちまう。まとめられてしまう。いやだ。ノープラン懐かしいね。自粛期間中どんな活動したの？配信。あと私ありがたいことでラジオがあったのでラジオさせてもらったかな。顔しのアタッカーなちゃんの配信ポケモンだけどポケモン好きなの？いや可愛いから置いてる。規制何年かに18年かな、2018年の11月26日がお披露目だった。気づかなくてもここからいつも私は見てる。脇好きなとこ、脇の何がいいのかマジで分かんないんだけど、なんで男性はみんな脇が好きなの？普段あんまり見えない場所だから好きなの？めっちゃ私不思議なんですけど、毛細血管が出た吉本。聞くな聞くな。だって気になるくなる。だから別にさ、正直私脇に1ミリも惹かれないんですよ。だって男の人の脇ってね、バスケしてる人とか見ると分かるけどね、部活の時とか見えてましたけどね、もちゃもちゃしてるじゃないですか。なんか1ミリも興味が湧かないんですけど。みんなでも好きじゃん。大体男の人って脇好きじゃないですか。別に綺麗そうでもなくない？脇ってそんな、なんか。中止のみんちゃん生誕メンバー見てきて、ひなちゃちゃんがいなかった。あ、じゃあそこで多分。女の子恥ずかしがるもんだから。あ、逆に？あ、そういうこと？あ、じゃあ全く恥ずかしがらなかったら全然あれか。なんかあんま別にいいとも思わないのかな。普通に私がだってさ、なんかほら見ろって書いてほら見ろ見ろって書いてうわーってやってても別にあんまり惹かれないってことか、脇に。そういうこと。フェロモン出てる説もある。あー確かに、毛細血管いっぱい詰まってますから。ほら見ろは普通にありがとうで、それは嫌。もうなんかいろんな人がいるわ。なんだなんですかね、不思議ですよね。なんか脇付きがこんなにいるのを生まれて初めて知りました。まあでも確かにあの脇は私もあんま見せたくない。別に汚いわけでもないです、綺麗なわけでもないですけど、綺麗なわけではないって言うとなんか嫌だね。汚くはないですけど見せたくはないですね。確かにおへそ見えてもなくて、おへそ、おへそ好きなの？ちゃんと処理できてるか全然キンキンな。アイドルに絶対聞くのそんなこと。私アイドルだからそんなの分かんない。ちょっとアイドルだから分かんない。
むき出しでいる人と奇跡的に見えてしまった。言い方やめろ、そのむき出しの言い方やめなさい。だってさ、ツイッターとかでたまにさ、ちょっとなんか気持ち悪いというか変な人ってさ、たまにこう脇とかの写真をさ集めてさ載せてる人とかいるんですよ。たまに変な人が、この人何が良くてこんなの集めてんだって思いますもん。私は普段隠れてるところは気になるのでは。Tシャツの裾の隙間から見えるわけが最悪何がいいの。あれでしょ、ここからこう本当は体温ってなってるから、ここから見えるのねってことでしょ。なんで分かんないんだけど、うなじ好きな人、うなじなんでうなじがいいの。別にだってここでしょ、普通にここってことでしょ。ここの何がいいの。ポニーテールしてたらすぐ見えるよ。まあでも確かにうなじ好きっていうよね、男性は。浴衣とかのうなじが好きっていうね。多分ロマン、やっぱあれか、こう見え、あんまり見えないようになってるとこいいのかな。髪の毛で普段うなじって隠れてるじゃん、基本の、ショートカットじゃない人は。脇も服で隠れてる、ね、そういうことか。マジ絶対脇見えないにしようで誓った。気をつけて気をつけて、ほら変な人いっぱいいるから女の子気をつけて、これ見てる。そう、変な人いっぱいいるからね。84の CM ドキドキ、最悪。 CM にまでドキドキしちゃったらダメだよ。動物としてのフォンドだと思う。チラミ症候群うなじよりうなぎがいいです。ちょっとよくわからんから帰ってください。膝好きには、膝、このちょっと見える膝、膝の何がいいのさ。膝なんて常に衣装で見えとるやないか。夏は特に、そうだ、気をつけな。膝小僧、俺膝小僧だぞ。膝の何がいいかマジで意味、ちょっと意味が分からんけど全然。なんかみんな不思議なとこにこう気がいくんだね。膝裏の方が何々分からん。何そのよく分かんないフェチみたいなの。膝裏なっちゃうの、何フェチ。な、何だろうね。久しぶりになって言った配信中。何だろう、うん、匂いとか。匂いがうわってなる人は無理です。チラ見えしてドキッてする部分、女子が手入れを頑張ってるからできること知ってほしいって言ってますよ皆さん。フェチ暴露大会、ちょっとみんなのフェチを聞いてみようかな。スポーツ選手の鍛えたふくらはぎの好きです。確かにもみもみしたいね。昔なんとかの知り合いが膝裏の写真集めたから、最悪まあでも OK もらってるならいいんでしょうけど。りなちゃん僕のお顔、りなちゃん僕のお顔が一番好きって言うんじゃった、間違えた。僕はりなちゃんのお顔が一番好き。まあそらそうでしょう。テンションが上がってしまいました、すいません。楽しそうだな。鎖骨はね、まあ確かに鎖骨はなんか、でも確かに鎖骨は別に常に見えてる部分だもんね。ほら言うて別に鎖骨なんてそんななんか大した、最近こうやってやるとこうやって首の筋がグッてなるって思った。唇と舌ですね。キスが好きなんですね。どこの人の手が綺麗な人ってドキッとしない。あー、ドキッとするかはちょっと分かんないけど、でもあ、綺麗だなと思いますね。でもなんか男の人でこう指のちょっと毛とかも処理してる人いると、あ、綺麗にしてるんだなって思います。別に汚いとは思わないですけど、してないからといって。女性の指は細長い人が、私指は細長いよ。てか爪が私意外と綺麗な形してる。ほら私爪綺麗でしょ。これ付け爪じゃなくて地爪だよ。あ、なんかついてる、あ、ラメついてる手のひらに。なんで、いつついたんだろう。爪は綺麗、私。生命線長いね。ちょっとキモいな。長くなくない？切れてるもん一回ここで。短めだと思う。私途中で切れてんの。ほら、こ
ここが間があるでしょ。ここまでしかない。多分すぐ死ぬ物騒すぐ死ぬ。姉ちゃんの漆黒好きですよ。ここね、歯がないからね。今何の話ですか。フェチの話をしてます。おじさんのフェチを聞いて回ってます。手がクリームパンなの。手がクリームパンなの。いいじゃん、かわいいじゃん。男性の腕まくりした時に見える、なんでしょう、腕筋かっこいい。あ、だってみんな腕筋鍛えな。ここ漆黒って呼ばれてんの。明太フランスがめっちゃ硬くなってる。そうね、あのトースターで温めるといいよ。柔らかいものフェチって言ってたんですか。まあまあでしょうね。手がクリームパン。でも斉藤渚ちゃんがそうだから注目度アップ。お、いいじゃん、やったじゃん。な、髪は綺麗。髪はね、なんかありがたいこと恵まれてんのよ、割と。腕の筋肉私も好き。女性で腕の筋肉好きな人多いのかな。ほらみんな今だよ、鍛えない今から。夏までに鍛えてムキムキにしな。腕の筋肉モテるよ。ハルキーさん100回目のほうもありがとうございます。緊張したりするって聞いたのに食べる量が変わらないから、ラグビー選手みたいに、どんどんラグビー選手みたいなムキムキだね。めちゃくちゃムキムキやん。大なんとか四頭筋、どれそれ、どこそこ。エミリーさんマッチョが好き。おいいじゃん、みんなマッチョになったらエミリーさんにモテるかもしれんよ。大腿四頭筋、どこそこ。なこちゃんもクリームパンで、昔二人でなんでだろうねって手を見つめてため息ついて思い出す。かわいい、何そのかわいいの。メガネ姿初めて見た。本当？結構私ねかけてるから、これからちょこちょこ着な。私たメガネかけてるから。男性がロングヘア好きが多いのはどうしてですか。逆に私さ、ロングヘア自分が長いからか分かんないけど、ショートヘア好きの男性多いイメージあるかも。大腿四頭筋は太ももの前の方の筋肉。あ、私の嫌いなとこだ。私超嫌いなんだけど、この筋肉マジでいらない。ヨンミンさん100回目のありがとうございます。男性のウエストが細いのに肩がしっかりしてるのグッとくる。おお、やっぱみんな上半身鍛えるといいんじゃない。みんなボブくらいが好き。圧倒的ロング派。みんなどっちが好きなの。髪の長さ、ロングをお団子にするのが好き。あー、はい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 、うなじが好きってことだね。要するに10年ほど前痩せるために自転車やって豆乳飲んでたらムキムキになりましたマッチョいっぱいだ。女性らしさの象徴だからロングが好き。あー、基本ショートが好き。ほうほう。2期生推しさん100回目の方もありがとうございます。その筋肉落ちると膝痛めるから気をつけて。でもこの筋肉いなきゃいらない。バドミントンやっててめっちゃついたから昔、嫌いなの。ロングが好き、短めが好き、ショートが好き、ロングが好き、命の組が好き。あ、それずるい、ダメ。好きになって芸能人は北川景子さん、佐々木のぞみさん、クリアメージャー。いやいや、その並びに私並べるの本当にやめて、怒られるから。各方面から怒られちゃうから絶対に並べないで、その流れで絶対に怒られるから。あー、ショートでもやっぱ半分半分ぐらいか。多分自分がショートの人はロングヘアが男性は好きなんだろうなって思って、逆にロングヘアの女性は多分男性でショートのが好きなんだろうなって思うんだろうね。人間ってないものねだりって言いますからね。私はだって男性は多分どうせショートカットの女の子の方が好きなんだろうなって思ってるもん。多分結局は多分半々ぐらいなんだろうけど、多分自分の髪の長さによって多分男性ってこっちの方が好きなんだろうなって思ってる人が多いと思う、女の子とか特に。
私はそういうタイプかも。自分が長いからどうせショートのが好きなんでしょうって思ってる。昔好きだった子はショートになったら冷めちゃったからだってわっわっやだやだ、お前は見た目で好きだったんだな。自分がショートだからロングが好きなんだろうなってなる。やっぱなるよね。うわやっぱそうなんだ、女の子ってやっぱそうなのかな。自分の長さじゃない長さの方が好きって思うのかな。可愛いね女の子って可愛いね女の子って、女の子って本当に楽しい。今のやちゃんくらいの長さが、まあでも確かにこれショートにも頑張ればできるしロングにもできる長さだもんね。じゃあ自分がそうするかって言われたらしないけど、えそうなのよね。でもいつかボブしてみたいなって思うけど多分似合わないんで私ボブ。やっぱそうだよね、身長も悩まないかな。かな、どうなんだろう。私別に身長、別に身長そこまで気にしないかも。でもヒールは履きたいかな。なんか別にヒール履いても相手が、例えば相手がね、もし私がヒール履いちゃった場合相手の方が低くなる方の時に別にそれを気にしない人ないんですけど、それをなんかわざわざ気にしてなんか僕はちっちゃいからとか、例えばなんかこうヒールあんま履かないでほしいんだけどみたいなタイプの人だったら無理だけど、別にそうじゃなければ身長は気にならないかな私。なんか逆に気にしてるのが可愛いって思うかもしれない。でも別に高い人は高い人で、あの自分にはない身長だからかっこいいなとは思う。自分が160の中低いとちょっと、まあでも逆に女性の場合は気にしちゃう可能性もあるかもね。自分の方が大きいからなんかちょっとうーんって思っちゃう可能性あるかも、ね、そうなんていうの、相手が低いのがダメなんじゃなくて自分が高いからっていう風に思っちゃう人もいるかもね。昔全く気にしてなかったのに逆に彼女にヒールのこと気遣われてかなかったのがある。あ逆にね、言ったらそれじゃあもうそれは言うしかないよね。彼女に全然気に、僕は全然気にしないから履きなよみたいな、もしくはもうあれだね、シークレットブーツ的なやつだよね。自分よりも背の低い女の子が好きです。自分小さいおじさんなのでかわいい、自分小さいおじさんなのでだいぶ気にする。ああ気にするんだ。私57だから割とある程度は基本的には高い人が多いイメージあるかも。自分よりは、自分のが高いとなんとなく気まずくなってヒール履けない。相手の気にし方次第かな。やっぱ180あるか、私より大きい女の子にはなかなか合わない。いいねかっこいいね、180あるの。180ってどのくらいなんだろう。最近180の男性に出会ったことがないかも。低身長フリーサイズの服が着れないのが悲しい。あーそれね、いおりがよく言ってますいおりがよく言ってますね。クロタンも言ってます。可愛いんだけどね、長いんだよねって言ってる。可愛いよねあの子ら。やっぱでも男性諸君、男性諸君はやっぱ身長自分はもっと高い方が良かったなって思うのかな、思ってる。何センチ欲しいのみんなは。ゆうちゃん51、2とかじゃないの。70は欲しかった。75で80が理想。73だけどもちろん欲しい。ちょうどいい、76でちょうどいい。ああはいはいはい、いいね。何ぐらいの身長が良かった。2メートル欲しい。でかない？158欲しい。あと3センチ。
65欲しかった、78欲しい、80欲しい、まあだいたい78から80ぐらい欲しかったって感じか、みんな。まあでも72、76ちょうどいいって感じの人もいるしね。あと5センチだけ足長くないとかねやめろ、理想を言うんじゃない、足が欲しいとか、どうでもええやないか、長くなるなら。年取っては縮むから180が良かった。あー、縮むことまで考えてんのね。高すぎても頭ぶつけるとかったどこにぶつけるの、どこでぶつけるの、前提の話、どこだっけ長く。私は足より胴が長いのよ。私下がもうちょい欲しかった。やっぱ足が長くてね、みんな足が長くなりたいんだね。私も足長くなりたい。なんなら今の身長で十分だから、もうちょっと胴よりこう足が長ければよかったなって感じ。バイトに190残るけど、しょっちゅう頭ぶつけてる。ああ、バイトとかか。小学生くらいまで男の人って無条件で175以上になる。まあ小学生だとそう思うよね。だってみんなでかく見えるもんね、大人の男性は。野球やってて体大きい人にはかなわないって思った。投げるのとかすごそうだよね、体大きい人。大名のアリスカフェの入り口あれは確かに頭ぶつけそう。あれはぶつけるでしょ。女は男の足を引っ張るのが仕事だから、モテる男は足が長くなるんだとさ。おお、なんか一理あるようであんまなさそうな、なんかよくわからん文章やな。みんな足あと5センチって言ってる確かに足伸びるならまあいいよね、伸びた方が。さやまるが木島に行きたいらしい。あ、本当？オッケーって言っといてオッケーって。いや私行っても遊べないから、私下でこう見てるしかできないよ。楽しいっつって。そっかそっか。リナの理想、そうね、まあでも身長150ならちょうどいいなとは思いますけど、自分の中で。だってなんか中学校か高校の時に見たやつで、なんか男性に一番モテる女性の身長は157センチって書いてたから、私やんみたいな私やん、モテる身長私やんとか思って、めっちゃちょうどいいとは思いましたけど、ステージに立つってなると160あった方が多分もうちょっと綺麗に見えるんだろうなみたいな。そう、もうちょっと綺麗にこうなんか手足とかもうちょい長くなるんじゃないかなって思って160欲しいなって思ったけど、まあ別に57でもめっちゃいい、気に入ってはいる。そんななんか別にもうちょっとないと無理とかそんなのはない。もってもてな、そう、私もってもてな身長なんです。でも今の子って身長高い子多くない？てか足長いし細い、みんな意味わかんない、ずるい。なんで足長いんだろう今の子って。みんなが見た私も今の子なんでしょうけど、そう、りなちゃんみんなにモテてるからね、みんな。膝から下が長い、いいな。私も足長くなりたかった。背が高くて得したなんてコンサートで埋もれにくいことくらいしかない。え、でもいいじゃんいいじゃん。現代っ子、私現代っ子かな。トータルしてね、ちゃめちゃそうでしょ。ほらほら、もうみんなリナにメロメロじゃん。あんまこんなこと言いたくないですけどそうですね。七香と伊吹の話、あの二人細いし綺麗だよね、羨ましい。私も足細くしたいな最近。でもね、昔ちょっと前よりね勝手に細いんですよね。バナナ食べてるからかな私バナナに絶対的信頼をしてるんですけど、最近痩せる食材で。
別に細くはないけど、ちょっと前よりなんかふくらはぎが細い気がする。みんなバナナ食べな。そう、私バナナへの信頼マジでエグいんで。え、バナナめっちゃいいらしいみんなバナナ食べな。なんかむくみが取れやすいらしい、バナナは。そう、バナナ食べて、私朝牛乳飲みました。バナナ、なんかバナナ食べると結構こう、あの、まあ、私アイドルなんで関係ないんですけど、お通じが良くなるらしくて、あの下っ腹のポッコリお腹とかが結構なくなりやすいですよ。私アイドルなんであんま関係ないんですけど、そこ関係なくこうむくみのために食べてるんですけど、毎朝ヨーグルトとバナナ食べてる。めっちゃいいやん、神食材やん、朝食にしたら。で、別にバナナがめっちゃ好きなわけじゃないんですよ、私は。でもそのむくみが取れやすいって聞いてバナナを食べ始めただけです。私別にお手洗いなんて言葉知らないので、アイドルだから。だから最近バナナ食べてるのが、そう、むくみが取れやすいからバナナ食べてる。これガチね、取れやすいって聞いたから。でも私バナナ食べ始めたから確かに足が細くなった気がしてる病は気からって言いますから、それと一緒ですよ。納豆も良いですね。納豆も家にあるし最高じゃん。かりんとう、なんかかりんとうのチョイスやめて、なんかあんまり別に可愛くはなくない？そしてバナナ買う。みんなでバナナ食べよう。おー、バナナ農家を助けるぞ。危ない、脇が見える。納豆を夕食に回したら調子よくなった。本当、納豆をじゃあ夕食に食べればいいのかな。みんなでバナナ食べるぞ。取りすぎんだけ。朝だから食べる。私は朝食べた、気づいた時に食べるでも朝食べるのがいいらしい、バナナは。バナナチップ、バナナチップダメ、バナナじゃないとダメ。私のこれは持論です。知らんけど、ハッシュタグ知らんけど。ナナナバナナ、バナナバナナ、ナナナバナナ。脇が甘いですよ、帰ってくださいバナナナナナナバナナ。バナナと牛乳のスムージーが良いとのことなんで合ってます。あ、もうなの？じゃあ私勝手にお腹の中でスムージー作ってたってこと？最強じゃん。じゃあみんなバナナと牛乳を飲みましょう。朝食はこれで完璧です。うちにバナナあった。お、いいじゃん。今日の夜からバナナ生活だね。バナナ持ち歩くの黄色いケースあるあるある。それが私買おうか迷ってるもんあれちょっと欲しいもんね。じゃあランキングを見ます。13位アジシノクさん、ありがとうございます。12位船山、ありがとうございます。11位ウリカさん、ありがとうございます。10位ショウさん、ありがとうございます。9位スミさん、ありがとうございます。8位中堅八甲さん、ありがとうございます。7位 BB さん、ありがとうございます。6位ガオちゃん、ありがとうございます。5位ラーメン、ありがとうございます。4位ションションさん、ありがとうございます。3位のどかさん、ありがとうございます。にゃりとキリキリマイさん、ありがとうございます。ちてんたこちゃん、ありがとうございます。ぐっちーさん、ありがとう、ありがとうございます。エスプッチンさん、ありがとう、ありがとうございます。じゅんちゃん、あじしのくさん、ゆうやくん、お疲れ、ありがとうございます。ひろっくにさん、ありがとう、ありがとうございます。ぶりはまちさん、ひめ、ありがとうございます。のどかさん、かんざきまさかずさん、お疲れ、ありがとうございます。ということで、また明日、明日は私は浴衣探しに行こうと思います。全国の浴衣屋さんで私を張り込みしないように皆さんはやめてください。本当に、あの、見つけても無視します。チョクさん、姫、ありがとうございます。じゃあね、おやすみ。みんな明日バナナ食べるんだよ、朝。バイバーイ。